いつもロベライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2018年モデルランボルギーニアベンタドール S でございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、今回この車水野さんが直接お客様のところに行って、そうですね、買い取りさせていただきたお車でございますね、はいはい、元はの川久保取締役のお知り合いといいますか、はい、そうですね、よくしていただいているような感じですかね。あの買い取りに行ってどんな印象でしたか。ワオって感じですね。あ、ワオって何がワオですか。まあ、ご自宅にちょっと査定しにお伺いさせていただいたんですけど、はいはい、雰囲気が素晴らしかった。あ、雰囲気がすごい、はい、家の雰囲気が、家の雰囲気がもうすごい豪邸だったでしょ。そうですね、白い豪邸がね、一つだけなんだここはみたいな、はい、そうです、ね、そのオーナーさんから買い取りさせていただきました、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。もちろん高価買取ということでご納得いただいたわけですよね、はい、はい、ということは皆様こちらでございます。輸入車の高価買取はこちらです。0120オーハローいい車 QR を取っていただければ10分に元査定もできますので、ぜひこの機会にご活用ください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではそんなびっくりとした豪邸にあったランボルギーニアベンタドール S ですけども、はい、スペックからいいですか。はい、かしこまりました。はい、こちらですね、 6.5 リッター V12 エンジン、うん、最高出力740馬力、最大トルクが 70.4kgm となっておりまして、はい、全長サイズですね4797、はい、横幅2030、はい、高さですね1136、ワイドで低い、車両重量、乾燥重量の方ですが1575kg、はいはい、ということですか。そうですね。で、新車価格ですね、ほう、これがオプションは別なんですけども、はい、当時4490万円で発売されていた、はい、お車です。それが今走行距離何キロですか。はい、こちらですね、2018年で25000キロ。あ、まあまあでもランボルギーニにしては結構走ってる。まあまあ走ってる、はい、まあと言っても年式からしたらね全然走ってないんですけど、はい、はい、それが今ロペライオ価格でおいくらですか。4900万円です。高いね。プレミアついてるんですか。はい、プレミアがついてるとか、まあ、全体的に、はい、まあ、SV、SVJ もそうですけど、はい、値段が上がってきてる。そうだよね、上がってきてるよね、はい、U1 台くー、はい、これ馬力が今740馬力って言いましたけど、はい、そもそも LP、まあ、アベンタドール、はい、LP700 は700馬力なんでしょ。そうですね。で、S が出て740馬力、はい、で、ロペライチャンネルのレビューしてます SVJ、はい、これが750馬力ですね。50馬力、まあ、あと SV とかもね、はい、グレードあったりしますけども、だから SVJ からすると10馬力しか変わらないですね。さらに SVJ は軽量化されてるかもしれないけど、はい、でも足ガチガチだったから街乗りだったらこの辺が乗りやすいのかなってイメージもあり、逆にこっちはそんなエアローをつけてるわけでもないので。あ、確かにね、はい、派手さも、まあ、派手ですけど派手さも控えめと。あ、確かに、はい、色はこれ何色ですか。これジアロオリオンというイエローパールっていうんですか ね、これ僕ね実車見たの今が初めてなんですけどパール入ってないと思ってたの。はい、まあ、査定のさ、お問い合わせいただいたじゃん。はい、その時もパールなしだと思ってたんだけど、パール入ってたんだね。はい、なかなかいい色じゃないですか、このパールもね、はい、うん。じゃあちょっとあとフロントから見ていきたいと思うんですけど、はい、まずこの前のオプション関係っていうと何かあるんですか。オプション関係もう外しちゃいましたね。あ、何かついてた。なんかあのボンネットについてました言えないけど。ああ、なるほど、はい、OKOKOK、はい、この辺にしときましょう、はい、そうだね。で、じゃあここは特に純正オプションはもうない。あの、もう色はオプションなの。これ色はオプションです。あ、そうですか。で、うん、エクステリアの部分で言うと、はい、あの特に つけてるものはないです。あ、この黒いホイールとかもこれもオプションになっちゃうな。はい、これもオプションです。これは、20の、はい、フロント20、リア21の、ハイグロスブラックホイール。そうなのね、はい、この黄色いキャリパーも、はい、これ標準ですね。あ、じゃあ S になると結構豪華装備といえば、ね、うん、装備なのかもしれないですね。はい、で、あとこれ一応鍵なんですけど、見てください。最初これ家のシャッターの鍵でもそのまま持ってきちゃったのかなと思ったんですけど、はい、これはバルブ開閉のスイッチなのね。そうですね、はい、こんな形あったのね。あの、私も初めて見ましたね。で、まあ、鍵はおなじみのタイプですよね、こういうタイプです、はい、一応まあロックアンロックやってみますと、まずはロックをします。すると
ですね、まあ、この辺一緒だよね、はい、ずっと一緒だよね、変わらないです、ね、アンロック、はい、になるよと。でエンジントランクはリモコンだと開けることができない、はい、いうことなん で、 じゃあそっち側からいいですか、はい、はい、開けるとこうですと、はいはい、まあサイズも変わんないですよね、まあ、サイズは変わんないです、うん、はい、一応、まあ、でもこのねスポーツカーで黄色が許されるのはフェラーリとランボルギーニぐらいじゃないですか。そうですね、あまりアストンで黄色も見ないし、はい、マセラティだと、まあ、一部あるね、うちのギブリでもね黄色あったけど、ね、あります、ね、はい、あとはまあドイツ車でポルシェが、ああまあね、レーシングイエロー、はい、スピードイエローってありますけど、はい、出してますけど、なかなか勇気がいる色ですけど、はい、まあ、実際見るとねかっこいいです。あの先日のウラカンのフローカプセルも、はいはい、あのもう黄色緑というか、そうだね、はい、やっぱその辺が似合うのはこのメーカーさんじゃないかなと。そうだね、はい、はいはい、ということでございます、はい、じゃあ続いてサイド見てみましょう。はい、はい、こちらサイドです。で一応この前期後期でアベンダドールとアベンダドール S の変更点を、まあ、エクステリア側で比較すると、はい、ここのエアインテークの形状が違う、はい、あとは4WS になってるんで後輪操舵、はい、だから後輪も動きます。だから後輪動いてるところ今日はしっかりとねカメラさんに撮ってもらって、はい、クッククッと、あ2度動きましたねみたいなレビューをできればなというふうに、それを撮れるかどうかは腕次第と。そういうことです、ね、はい、でもすごいね、だってさエアインテークがさまずここに大きいのあるじゃん、はい、ここにドンとこっちからの風とねあるし、でここに1、2、3をムルッシュの時はここ 1個だっていうの大きいのがね、はい、で動くんだよね、ウィーッとそう動くの、ムルシュは、ね、こういうふうに分かれてるんですね。一応フロントのサイズが、うん、はい、255、はい、30の20インチ、355、25の ZR 21インチ355、はい、なんか1インチね上がってる、はい、アップされていてと。あとはインテリアですね、ちょっと助手席側ですけども、これインテリアがオプション、インテリアはオプションです、はい、この、はい、あのイエロースポルティーバインテリアと、おスポルティーバ、まあ、このイエローステッチですね、はいはいはい、あとはアルカンタラルーフライニング、あ、はい、まあ、ピラーも含めてなってます、はい、あとは、ブランディングパッケージ、あー、ね、はい、得意のブランディングですよ、まあ、よくあるタイプですね。なるほどね、いいね。あとサイドステップのところもこれなんかアベンタドールってアベンタドールって書いてあり、一応カーデシーランプもついてるからね、はい、うん、いいじゃないですか。この辺やっぱカーボンだったのね。アベンタはカーボン、アベンタはカーボンじゃないです。あ、カーボンじゃないよね、やっぱね、はい、そうだよね。あとこのカーテシーランプがあるんで、ここねほらランボルギーニってランプがあります。まあこういったねところでございます。あと一応ここがねクリアガラスになってた、はい、これオプション、これオプションです。一応トランスパレントエンジンボンネットと、いいじゃないですか、こうなってますよということでございます、はい。じゃあちょっと、じゃあ後ろを見てみましょうか。はい、じゃあ前に出しますかね、少し。ではでは、これが後ろですね。はい、後ろはマフラーがちょっと違うよね。マフラー形状違いますね。違うし、はい、なんだろうな、これ2台見比べないと分かんないけどさ、なんかちょっとしたこういうところがなんか変わった気がするんだよね。こんなとこポコって出てたっけ。確かに、やっぱ2台見比べるってすごい分かりやすいんですよね。ね、前オーナーさんはこのマフラーを新しく変えたんですよ、うんうん、あ、そうなの、社外マフラーだ、これ純正マフラーです。純正を新しくする、はい、へ、理由として聞いたら、うんうん、あのやっぱ焦げついてきちゃって汚くなったのと音が悪くなったから、あー、そういうのあるんだ、はい、へで変えたんだよって言われました。変えたんだよって、それはなんか言い方がまだちょっと お父さんだね。はい、まあ分かる人には分かる。きっと今頃動画見ていただいてね、爆笑していただいてると思いますよ。はい、はい、でじゃあちょっとエンジンフード開けますね。エンジンフードはここか、はい、はは、ここはカーボンにはなってないんだね。はい、でヘッドもあれなんですね、うん、なんか 赤と思いきや黒なんですね。ね、はい、うんうんうん、なるほど。まあでもね、12がここに入ってるから熱は来るだろうね。だからこういうのでちょっとうまくね、逃がしてもらってね、はい、ここマーク使って、うん、ということです。ではでは、じゃあ続いて
運転席座ってエンジンかけてみましょう。じゃあ座らせていただきますね。お願いします。かっこよくお願いします。この間あれよね、あのオーナーさんに、あの2人ともいつも同じ格好してるからたまにはもっといい椅子着なよってねはいはい、じゃあ行きます。じゃあエンジンはここは変わんないね、やっぱね。はい、変わらないです。一緒だね。はい、じゃあかけます。あー、メーターパネルちょっと変わったね、これはね。うん、メーターパネル変わってる。あと風か。はいはい。で、ルーフはね、アルカンターラになって、あ、やっぱちょっと S になると変わるんだ。こんなね、物置みたいなものもついたし、しかもちょっとトリコロールカラーになってるね。相変わらずドリンクとか開けるスペースはないよね。ここだけじゃないですか。あ、これもないんですね。はい、ないね。ここは変わんないね、一緒だね。はい、メーターだけだ変わったの。これってあれかね、例えばストラーダでしょ。あ、でここ映ってますか。ストラーダでしょ。あー、全部一緒だ。あ、あ、これがついたんだ、コルサで。コルサで。あー、なるほど。で、これがフル液晶になってくると SVJ になるんだね。あ、これついてるんだね。で、今これアイドリングの時ですけど、これ押します、ボタンを押すと切り替わると。なるほど、 OK。 じゃあこの今ノーマルのストラーダモードでちょっと動かしますね。はい、なかなか爆音だね。はい、でスポーツ、でコルサ。あ、コルサ入れても今バルブ開いてる感じはしないですね。はい、じゃあこの状態でバルブを今度また開きます。で、ストラーダで開きます。うわー、もう4000回転でこの音だから、それ以上上げると迷惑になっちゃうから上げません。で、スポーツ、はい、こうなります。で、コルサ、はい、OK。 じゃあライブチェックいきます。はい、では、じゃあまずブレーキ、あ、ブレーキ、はい、あー、いいね、いいね、はい、はい、で、ライトオン、あー、はい、はい、で、ブレーキ、はい、ウィンカーハザード、うん、まあ一緒ですね。はい、バック、あー、はい、はい、はい、リアフォグ、あ、はいはい、で、リアフォグブレーキ、はーい、 OK です。じゃあ続いて逆に前行きましょう。はい、ではまずはスモール、はい、まあライトにしますね。はい、ロー、はい、ハイビーム、うん、はい、ウィンカーハザード、はい、はい、はい、で、ホーン、はい、普通です。はい、それでは本日も安全運転で、はい、試乗インプレッションスタートです。よろしくお願いします。お願いします。あ、怖い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 な。いつ走ってもここは怖いよ。怖い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 、怖い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 、今日も暑いな。よいしょ。はい、で、バック。なんか、オートマがちょっとスムーズになってる気もする。果たしてそれは気のせいなんでしょうか。リアルにそうなんでしょうか。バックカメラの画質もちょっと良くなってる気がする。バコンで行くかい。え、お願いします。いや、行くで。お願いします。右側どう？来てる？右側来てません。あ、来てます。1台だけ。
大丈夫です。さーってこういうのもリフティングついてるからスイスイいけちゃうよ。ウルスのコラボ練馬、どうもどうもです。めっちゃ見てる。なんかオートマが柔らかくなった気もするよ。多分それ気のせいです。気のせい、はい、これあウィンカーこっちか。僕今思ったんですよ、うん、これ逆じゃないですか。下げると下げるときってこうしません？そうそうそう。いやでも裏感は裏感とかランボいつもこうよ。なんなんそういつもなんか逆でやりづらいなと思ってたんだけど。あれ ETC 入れた？はい、はい、あれステアリングはあれどこだ、これあ ここかこの辺かな、うん、今ちょっと外で誘導したんですけど、うん、眩しい。この色神々しい感じです。そうだよね、うん、この色は眩しいよ。でもさガヤルドとかもさ前期中期後期あってさ中期ですごく音も良くなったじゃん、はい、ギアが、はい、これもなんかそういう感じなんじゃないかなって気はするんだよね。なんか極端にアベンタドールと SVJ しか乗ったことなかったから。確かに中間グレード乗ってなかったじゃん。中間グレードっていうか中間モデル、はい、そう意外とこの S って入ってこないんだよね。そうですよね、まあ、なんか話来るのも SV、SVJ が多かったりとか。そう SVJ 多かったね。おお、パワフルですね。早いわ。あ、早い。これは早いぞ。で、やっぱ SVJ よりは乗りやすいね。硬さがもうね、ガチガチだったじゃん。あ、これ早くて、でもしかもあれだね、これ反射するね。だいぶこのフロントガラスにね。しますね、これ。ダッシュボード黒なのにこんなに反射する。フロントガラスの、うん、寝方というんですか、うん、角度がすごい。これすごいもんね。何度ぐらいあんのこれ。これ、20度くらいじゃないですか。ね、25度とか20度とかそんな感じだよね。それ反射するよね。こんなに。これはオートマーモードですね。そう、オートマー。ちょっとオートマーやっぱギクシャクやっぱあんね。ここか。はい。ここでミノダモード。あ、パワーあるわ。なんか、SVJ はもうレーシーなモデルだったから、パワーあって当然でしょうみたいな感じなんだけど、こっちは、やっぱり普通のモデルとのね、ノーマルモデルとの、やっぱ差は結構あるわ。彼らですよりあるよ。この40馬力の差っていうのは結構大きい。トルク一緒なんですけどね。うん。確かにね、割と今感じてるのはトルクのところだもんね。いや、踏んだ感じが違うものが全然。ああ。やっぱまた裏感とは全然別ですね。ねえ、やっぱ気合い入れないとって感じするよね。アベンタ。しかし派手だな。これボディにさ、ちょっとしかさ、黄色が見えてないんだけど、それがすごい眩しいもん。ね、ドアミラーといい。はい。輝いてるよ、これは。で、ここの小さい小窓からフェンダーが見えるじゃないですか。ああ。なかなかですね、これは。これやっぱ目立ちますよね。目立つね。本田さんにね、このカメラ、ちょっとかっこ悪いから外してくれって言われたんだけどね。そうなんですよね。いろいろと、ごまんは言われたけど。ごまんたくさん言われたよね。はい、そうそう、言われたけど、あえて変えてない。まだ変えてない。多分、連絡来るじゃないですか。そう、連絡来る。全然変わってないじゃん。変わってない。ダメだよ、それじゃーって。川久保さんって言われちゃうから。いやでもね、ここのアングルだけだと結構辛いもんがあるんですよ。なかなか。こっちがね、ちょっとないと、乗ってる感をね、出したいっていうところもあるし。かっこいい、かっこ悪いっていうところでなくやってるっていうところもある。そうだけどね。はい、確かにおっしゃることはよくよくわかります。
なんであのスーツももっとバリッとしたやつ着て、ね、着なさいって言われて、スーツなんなら買ってあげるよって、買ってくださいってやっぱコルサで乗るか、早い、はい、コルサの画面にした瞬間に一瞬この画面が消えるのがちょっとあれって思っちゃうんだけど、もうバフ言ったね。おお、動いた動いた。あ、やっぱ降臨相談になってんのかなこれ。ちょっとやっぱ切れる気もするんだけどね。覗いて分かるもんじゃないじゃん。全く分かんないですね。シボン。うわ、だいぶこれ体がさ持ってかれるね。確かに SVJ みたいなシートじゃないとこういう風に揺られちゃう感じもする。そういうことですね。皆さんちょっとリアウィングをちょっと上げてもらえますか。あ、もう、あ、ちょっと大丈夫だ。今危なそうだったリアウィング。あ、これウィング、あ、これだ、あ、ここか。まあそれまたね、後ろになった時の瞬間にやりましょう、はい。あの、で、後ろ行った瞬間にウィングをね、はい、あえてここでウィングを上げる。上がってますか。上がってるかどうかは分かりません。メーターパネルに表示されない。表示されてないっぽいね、今のところ。じゃあ上がってないのかな。まあいいですか、上がるときは上がるでしょう。あー、すごい。この、うわ、結構コーナー来た時ハンドル重いな。あ、ウィング上がったな、多分今。バクバク結構言うね。はい。結構ガンガン揺られてるね。なんか、SVJ の方がホールドされてました。あー。確かにね、それはあるかも。あ、またウィングはちゃんと格納されてる、うん、ね。すごい、やっぱ黒ボディにすごい反射しますね。ねえ、ほんとすごい。スズメバチかっていうぐらい反射するね。ヘッドレストがもう少し柔らかい方が嬉しかったっすね、僕。あー、なんだろうなぁ。あ、どっちがカメラか。落ち着かないね。そういう車なんですけど。そうですね。これ、あの、助手席乗る方は不満だろうな。ちょっと疲れちゃうかもしれないね。あー。やっぱ正面から見た時の多分、インパクトすごいですよね。うん、そうだね。さっきちょっと屋内から出すときに誘導しましたけど、うん、迫力がすごいですもん、やっぱ。そうね。リアウィングも開いていい感じだと思うぜ、今。あ、でもこのエアウィング多分駐車してる時も上がってるんですよ。あ、そう？あの多分エンジンの熱冷やしたみたいな。ああ、それはあるね。うわ、本当なんかここから見た視界がちょっと違う。うわ、眩しいね。黄色助手席。なかなかの眩しさですよ。こんな感じ。地面が近い。まあ、あんまり気にしてなかったんですけど、うん、結構アクセル右なんですね。ああ、そうかもね。
確かに助手席は結構ヘッドレストに頭ぶつかるね、はい、そうなんです。確かにこの切り替えがやりづらいですね。あ、今スモールになってると思うんだよね、ライトは。これでどうですか？オートでオン。あ、これからオンだ。そうだ、これで曲がってますかね。結構やっぱハンドリングやコーナリングはいい感じする？いや、怖い怖い。なんか曲がりすぎる感じ。いや、なんか食いついてない感じがするです。結構取られませんか？なんか、あ、取られる。それタイヤの問題じゃないかね。それもありますね。パワーあるわっていうのは分かりました。ね、パワーある、はい、首が疲れちゃうこれ。すごい疲れましたこれ。アクセル抜いた時も本当ブレーキかけてるのかっていうぐらいガーンってくるよね、はい、エンブレが。確かになんか後輪が、うん、動いてる感じがする。なんか滑ってるような感じで曲がっていくね。それではまとめです。本日、2018年モデル、アベンダドール S ですが、ミロードさんから100点満点で総評をお願いいたします。はい。85点。おお。あれ？ですね。まず、僕はこのランボルギーニオーナーさんがやっぱすごいな、というふうに感じまして。はい。やっぱ、まあ、これを変えるのは当然すごいんですけど、はい。それを所有した後に、これを乗るって。うん、結構気合いるんですよね、多分。はい。でも、それを皆さん乗って楽しむ、うん、プラス見た人はそれを見てワクワクするじゃないですか、うん、はい。なんかそういうのも担ってるのかなっていう凄さを感じたんですけども、はい。車としては確かに速い、うん、多分なんですかね、まあ、パワーしかり、車の性能としてはもうピカイチなんですけど、やっぱラグジュアリーしな車が好きな僕からすると、ちょっとこれは難しすぎましたと、はい、はい、ような感じでございます。85点。はい。私はですね、まずなかなか体力がいるね。やっぱり改めて思うんですけど、アベンタ道路を乗るっていうのはね、結構疲れるよ。はい、でなぜかというと、やっぱもうヘッドレスに頭ガンガン当たるし、やっぱ結構ね、どっか握ってないとやっぱ体が持ってかれちゃうよね。はい。で音もまあそれなりに良くて、まあ走りは面白いし、ちょっとまあ少しオラオラ系なところもありつつ、なんかその。なんでしょう、この新しいね、この 4WS があったりだとか、いろんな機能を楽しめたりもできるんで、まあ、車としてはね、面白いかなと思うんですけど、いかんせんちょっとね、疲れる車だなって思ってね、ほんとね。まあまあまあ、まあ、ランボルギーニって、特にアベンタはそうなんですよね。なんで、前回ウラカンを乗った時は、すごく良かったんですよ。うん、そう、なんかね、ウラカン純粋に走りが楽しめる。はい、アベンタちょっと疲れるんだよね。そう、だから僕、点数としては、83点お、はい、ぐらいかなっていうふうに思いました。ただ値段が今いい値段だし、置いといても価値ある車だからね、そういった意味で資産にもなるし、はい、動産にもなるし、はい、うん、そういう意味で面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、また今回ね、車をね、ロペライオンで
販売してないんですけど、はい、6レーンに、ね、買い取りさせていただく、5レーンで買い取りさせていただくということもありましたので、ね、なんか売るだけだったら申し訳ないとか、そういうのは全然なしにね、はい、もし、売却のご相談ありましたら、ぜひこちらまでお問い合わせください。はい、それでは本日のロペレーチャンネルは以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。